糸満市立西崎小学校にやってきました。今日のうまんちゅワードはこちら、眼中アップチャレンジ330とは何のことでしょうか。今週は家族で取り組む子どもの体力づくりがテーマです。今、沖縄県内の子どもたちの体力低下、運動能力の低下が問題となっています。全国の小中学校を対象にした最新の調査によると、沖縄県は小学生・中学生ともに運動能力が全国平均を下回り、また肥満に関する調査でも全国よりも極めて肥満の子どもが多い傾向にあります。この状態が続くと、将来的に生活習慣病の増加、ストレスに対する抵抗力の低下など、健康面や精神面に様々な影響が出るため、子どものうちから日常的に運動する習慣を身につける必要があります。県教育長の古賀さんに伺います。古賀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。子どもたちの体力の低下、深刻ですね。はい、そうなんです。小学生、中学生は心身ともに成長が盛んな時期で、その時期に運動習慣が身についているかいないかで、体の健康はもちろん、心の健康にも大きく影響します。確かに最近は体を動かすというよりも、家にこもってゲームに熱中する子どもが多いと言いますからね。はい、実は沖縄県は体育の授業以外に全く運動しない子の割合も高い傾向にあります。そうなんですか。はい、そこで学校以外でも体を動かす習慣を身につけてもらおうと、今年の冬休み期間中、ご家庭で家族ぐるみで参加する眼中アップチャレンジ330という取り組みを行いました。それはどのような内容ですか？はい、このような用紙を県内小中学校の全児童に配布し、家族一人一人が健康増進、体力アップのためにできることを決めて、330、週3回30分以上を目安に、冬休み期間中に誰が一番早くゴールできるかを競うものです。なるほど。家族全員が同じ運動をするわけではなく、年齢に応じた健康づくりを目標とするわけですね。はい。西崎小の児童の皆さんにお話を伺いましょう。さあみんな、この中で冬休みに眼中アップチャレンジ330をやったよっていう人、手挙げてください。みんな優秀だね。私はお父さんとお母さんと一緒に運動できてとても嬉しかったです。これからも続けたいですか？はい、はい、頑張ってください。運動をしながら家族でスキンシップが図れるのはいいことですね。そうですね。家族ぐるみで運動に親しむことで、生涯にわたって運動する習慣を身につけてもらいたいと考えています。わかりました。家族みんなで協力し、子どもたちが将来にわたって心身ともに健康に過ごせる体力を身につけましょう。続いて県からのお知らせです。県では工芸振興センター展を2月16日から19日までの4日間、浦添市美術館で開催します。ぜひご来場ください。第36回北方領土返還要求沖縄県民大会が2月18日石垣市健康福祉センターで開催されます。たくさんの方のご参加をお待ちしています。沖縄職業能力開発大学校では、ものづくり沖縄からの発信をテーマに、沖縄ポリテックビジョン2017を2月24日25日に開催します。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者にプレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんち広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それではまた来週お会いしましょう。いってみて。